検索サクセス40回目の相手は阪神タイガース所属の森下翔太。2022年のドラフト1位指名選手でもあり、また今シーズン多くの機会を1年目ながら与えられて、この選手の場合は残してる数字以上にやっぱいい場面で打っている選手なので、阪神ファン、また他球団ファンからしてもいい選手な印象、イメージがめちゃくちゃ強い。実際ヒーローインタビューとかも確か5回以上受けてるんじゃないかな。1年目でこれだけお立ち台に上がってインタビューを受ける、もう何も言うことないでしょう。最初の1回目はなんか親への感謝とかファンへの感謝とかね、これからのこととかいろいろ語ることはあったんだろうけどね、さすがに5回以上となったら何喋ればええねんってなってたと思うよ。今季阪神タイガース優勝し、また CS を勝ち抜いて日本シリーズに進んだわけですけど、この選手の力もあってのことですからね。日本一になるのも当然この選手の力あってのことになるでしょう。選手を作る際の持ち込みアイテムは当然今回何も持ち込みません。相手は大卒1年目の選手、まだプロン入ったばかりの選手、何かを持ち込むっていうのも野暮だし、あと縛りをつけて、今回選手作りというのはステージ4までで、5まで最後まではプレイしません。同じような能力的な感じ、もしかそれをちょっと超えるくらいの方がね、数字を比較した時にきっと楽しいと思うし、だから今回はいろいろと縛り制限がある中、それでも森下を超える選手作ってみようよ。レッツ対決サクサクセス。始まりの能力は弱い、決してドラ1らしさはないけども、そんなものはこれから鍛え上げていけばいい。ステージ1から宝箱がありますよ。そして選手もヌートバー、あ、これ再現選手ですね、誰かが作った。そのヌートバーいろいろと持ってるんでね、阪神にヌートバーが来ることなんてないだろうけども、今この瞬間にいるのであれば、まずはヌートバーに会って、さらに弾道パネルもあるんで、最高のステージ1ですよね。全部あるもんな、欲しいもん。レーザービーム、外野の守備としては非常に重要かもしれない。で、弾道もいきなり4にすることができたので、これは森下以上に将来的にパワーヒッターになる素質、本塁打王になる素質を今のところでは秘めている。最終的にステージ4を終えた時にパワーがどれくらいあって、弾道もこの4がキープできてるのかが重要なんですけども、もちろん打撃優先ですよね。走ること、守ること、それもねできなくはない森下ですけども、そこじゃないと、打ってなんぼの選手にこれから将来的に育っていくだろうし、またその部分を評価されてドラ1で選ばれた選手だから、僕の選手もそうなりたいというかなれるでしょう。宝箱もあれば青パネル天国、あ、特化パネルが今パワーなんで、これを踏んで全部パワーに変えていけるよね、間に合うよね。はい、間に合った。全部パワー力つけていくわ。お化けにやって何か能力も格乱がつきました。あの足を生かす選手じゃないから別にそこは必要じゃないけど、まあいいや。パワー能力は D 到達、弾道を読んで D 到達だからね、最終的に B くらいまで持っていける。それでいってミート能力も向上できたらいいんだけどな。パワーを踏んで、パワーを踏んで、パワーを踏んで、ここで体力を下がるとかいうクソみたいなイベントは必要としてないからな。おお、強化カード、あー、これ先に手に入れて踏んでたら今すごいことになってた。 B 超えて A になってたよ、もったいないけど、まあそれはタイミング仕方がない。すでにドラ1としての力ありますよね。これが高卒なら怪物だし、大卒でも怪物だし、社会人としても十分ですよ、この選手であれば。打撃はね、守備とか走塁とか目つぶってどうぞって感じ。いやいや、もっともっと打撃を高めていきましょう。いや、ドラ1らしさをすでに感じているが、もっともっと高められる。このステージにも宝箱あって、ステージ4も宝箱は絶対ありますからね。全部のステージで宝箱がある。いいことですね。やっぱドラ1レベルの選手になるっていうのは、そういう巡り合わせ、運の部分を味方にしないとね、もちろん才能というのは大前提そうですよ。この選手にはそれがあった上に、いい巡り合わせだからこそ、今いい育成が進んでいて、もうあと失敗しなければいいですよ、この対決はね。失敗しないためには、例えばこういうやつが来ますから、そういうやつをどう避けていくのか。でもどうしても宝箱取りたいですよね。こっち来てくれんだよ、お前。守備力強化カードゲットで、来そう、待ってる。あ、来そう、あ、来てる、来てる。明らかに俺の後ろにつけてきてる。パワー B の70に、上がったのはいいことですね。あいつは目につけられたら非常に迷惑なんでね。行きましょう、行きましょう。ドラ1の才能をこんなところで潰されてたまるか。ああいう人おるやん、実際。いい才能を持ってる人の周りにつくやつって、悪なやつってね。スネ夫みたいなタイプのやつ。まさにそうだと思います。見た目はスネ夫とは正反対な女ですけどね。中身はスネ夫そのものというか、スネ夫よりもひどいもの、邪悪なものですから、触れ合わないようにして、ステージ今回はこれが最後になりますけども、当然宝箱があって、そこの部分を鍛え上げていきましょう。パワーすでに B の78。いや、もうこれ、助っ人外国人みたいな能力ですけどね、パッと見。大卒1年目の選手やからね。いや、素晴らしいでしょ、これも。即戦力で30本打てる選手やな。そんな選手が阪神から誕生するのはいいこと。はい、来た。スネ夫より邪悪なもの。ちょっと怖いですね。これ宝箱取りに行ったらはめられる可能性がある。体力がゆとりあるとはいえど、やっぱあの辺のリスクはいろいろとさ、
回避していかないとやばいので、パー7北条が挙げてくれました。北条って確か戦力外通告食らったんじゃない。あ、ちょっとその辺うろつかないでくれるかな。あのさ、ゴールいけない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 、どっか行け、どっか行くんだお前は、俺とは違うとこに行ってくれ。はい、無地が赤く、いや、もういいんじゃないですかね。あの、十分な能力になってるし、これ以上上げたらというか、上げすぎたくらいだよね。ぶっちゃけこの能力っていうのは、今回の対決はさほど上げないために制限を持ち込んだんだから、もう失敗しないために、ギャンブル等は必要なく邪魔されず、ということでステージを終了。と同時にいつもならステージ5までプレイするところですけども、ここで選手登録で終わりで。これが大卒のドライチ。いや、森下を軽く超えるでしょう。能力の部分だけ見たので、ね、パワーの部分が圧倒的に違いますから、いやもうこういう選手を作っちゃダメな回だったんですよね。でも今回うまくできすぎた。普通にやるときもっとこうやってうまく進んでくれたらいいんですけど、普通にやるとき進まなくて、なんか制限縛り持ち込んでるときにこうなんのよ。今回の対決というのはもうとにかく打つことがメインで、その中何本のホームラン打つんだ、打率どれくらい残せるんだ、OPS どれくらいなんだ、どっちの方がいいんだ、そこ比較。デフォルトで森下は打順3番のライトで固定され使われている選手なので、オートプラントで回すタイムはそこで固定しフル出場で、またそれ以外の並びというのもデフォルトで起用されている打線ということになりますね。その中軸を務めるのがこの森下ということになるからこそ、その中リアルでチャンスの場面であれだけ打って勝利に貢献した、この世界ではどうなのか。森下翔太プロ入り1年目のシーズンが終了し、まずは個人の成績の前にチームの順位から見ていこうと思うんですが、今季の阪神タイガースはリーグ5位、 B クラスで終わり、 A クラスにも入れず、負けてるにはちゃんとした理由はありますからね。もしかすると森下を1年通してフルで使ったことが影響だったのかもしれない。クリーンアップを任してますからね。そこの森下の成績を続けて確認していくと、打率から1割8分4厘、うん、確実森下のせいでもあるし、あとノイジーのせいでもあるわな。2割0分3厘、森下は1年目だから仕方のない部分はある、そんなやつ使うなよっていう話でもあるんだけど、いやいやお前は活躍せんとあかんや。同時で近本とかも本来のポテンシャルを発揮できず打ててもいない。通常活躍しなきゃダメな選手が活躍できてないことが影響でしょうね。こんな中でも一人気を吐いて大山に関しては立派じゃない。他が機能してたらこの大山はもっと数字伸びていたと思うし、それに向いて勝ったゲームって他にもあったと思うんですけども、残念ながら他が機能してない邪魔なものがいっぱいいるからね。森下含めて143試合フルで出場し、1割8分4厘、576打数の106安打、2塁打9本、本塁打も11本、2桁はクリアしてる。まあそれだけの機会が与えられてるから、年間631打席も与えられたら打つでしょう。いやもちろん打てない選手もいるんでしょうけど、森下は打つよ。求めていたのはこんな数の本塁打でもなく、こんな打率でもないんだけどな。塁打148、塁打で打点63打点と、一見その打率に対して多いように見えますけど、これもそれだけの機会があるだけの話。得点圏が155打数もあって、その中30安打しか打ててないから、1割9分4厘とチャンスで打っているからこそ数字以上に評価されていて、その部分を見て岡田監督もね、シーズン後半戦はスタメンで、また CS でも機会を与え、日本シリーズでも同じくスタメンで使われますよ。それはリアルな話。この世界の森下はいい部分なんて何もない、これに固執し起用を与えた岡田はバカだと批判されてる声もあるんじゃないかな。得点54、三振142個とプロの洗礼受けまくりや。そもそもチーム全体で多いっすよ、三振っていうのが。確かね、今季阪神タイガースってフォアボールを選ぶことをなんか連邦の査定に入れたんじゃなかったかな、岡田監督の一声で。チームの出塁率ってぐっと前年と比べたら伸びていて、その選ぶ意識が生まれている。だからこそかな、選ぶ意識に重点を置きすぎて、バットを振れず三振しまくってるバッターがチーム全体多いじゃない。リアルはいい方向に転がったが、この世界は悪い方向に転がってしまって、バット手出ず出せず、で、そんな感じの凡退を積み重ねた結果のこのような数字に全体がなっていて、森下もそんな感じかな。併殺の少なさは好印象ですね。あれだけの得点圏の機会あって、右バッターで4つっていうのは明らかに少ない。盗塁は3つで、成功率はあかんすぎるな。無理して走らんでいいけど、走らなきゃっていう気持ちになったんでしょうね。使われてるからなんとか結果残さなきゃと、そんな気持ちになるのもわかるけど、まずはバットで結果を残すこと、それをしてほしかった。出塁率2割5分、長打率2割5分7、 OPS5 割0分7、 RC27.89 と、何もかもの部分でプロの洗礼を受けまくってますね。守備の部分ですらプロの洗礼を受けているってことはあるのかしら。いや、年間新作が1個だけ、また補殺も1個記録してます。もちろん多いわけでもないですけど、守備に関してはこなせてますね。もちろんこんなので新人を取ることだってあってはいけない。無駄に機会は与えてますから、それにもよってというパターンはあるかもしれないが、あって欲しくないですね。新人王にふさわしい選手は他にきっといるはずで、
やっぱ阪神の村上、そうですよね。同じ新人王資格を持っていて今季リアルで活躍し、この世界だって同じでしょうね。チームが勝ててないので勝ち星の部分はどうかわからんが、最優秀防御率までも受賞してるんだから、その取る理由しかないよね。そこに森下の名前なんてあるわけもなく、ちなみに新人王投票に関しては一応2番目につけていて、全体23票集めてる機会を与えてるから、それだけで投票する阪神とか関西の記者がおんねんな。無駄なことに、どう考えても時点の井上の方がいいじゃないですか。登板機会は少なくとも防御率もいいしね。その下の増田って46試合の登板機会リリーバーで与えられてるんだから、森下よりも少なくとも評価は上なんですけど、これが関西勢というか、まあ人気球団の悪いところというか、まあ都合のいい部分で、やっぱ抱えてる記者が多いから、その記者投票の権利を持ってるやつも当然多くて、こうやって集まんねん。もっとできる子だとは思っていたんですけど、やっぱ確実性のなさゆえにオートペナントで回すごとにやっぱ数字って変わるんですよ。もちろんいい時はね、それこそリアルで残したそれ以上のものを残してきたりして、プロ入り1年目だからすげえさすがドラ1だみたいな評価を得ることもあるんでしょうけど、今回は悪い方向に行っちゃった感じ。いい部分なんて何もないでしょう。チャンスの強さが光ってるわけでもない、いいところで打ってるわけでもない、トータルで見てもいいところがない、こんなものがドラ1、いやふざけんなよって声もあるかもしれない、いやそもそもそんなやつ使わないとしっかりと育成しろよと、早くも使ってることの方がおかしい。でもその期待に応えたのがリアル。この世界では何もかもが違ったってだけの話でしかないということで、シーズン終了。続いて同じ起用法で作った選手をオートペナントで回していくことになりますが、この能力であればあのような数字を軽く塗り替えてほしいというか当たり前ですよ。今回は縛り制限があった中、このレベルを作ることができた。ホームラン打つことに関してはもうプロでも第一級。もちろんこいつも新人王資格を持っているので、場合によっちゃ新人王、本塁打王、そんな目、いやでも村上がいるんでその辺は厳しいかな。でもそれを超えるような成績をどうせなら残してほしい。順位に関しては違いは生まれず、阪神はまた5位で、勝率も4割台で年間77敗して、その下にジャイアンツがいるのがようわからん話ではあるんだけど、なんだこれって感じ。普通森下とあのバッター能力の違いがあるんだから、ホームラン打つ数だって違いがあって、チームの順位も違いが生まれると思ったんですけど、何も生まれてないですね。まあでも個人の違いはきっとあるはずなので、それを見ていくと、オープン打率2割08厘が2番目つけてんの、わわ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 なんでって言ったら、その下にこれだけの選手がいるから。さっき言った大山どうしたんこれ、今回1割9分7人15ホーマー2割8分残してましたよね。そのバッターが1割9分7になるってどういうこと。能力は変わってないですよ。さっきができすぎだったのか、今回が普通なのか、今回ができなさすぎなのか、お前どれ聞いたん。自分の選手が2番目いたから打率高いのかなと思ったら、2割08人で他がひどすぎただけっていう。143試合フル出場で563打数の117安打、2塁打14本でこの選手は本塁打が魅力なんだから、その部分は20本、それでも20本なんだ。あの能力で20本なの、せめて30打ってくれてると思ったんですけど、それでもチームトップ、全然喜ばしいことじゃない。打点57打点とホームラン打ってる割には少なく、塁打191塁打で得点圏打数139打数の22安打で1割5分8厘、チャンスの弱さがこの打点につながったということでしょうね。ホームラン以外での打点っていうのはこいつの場合ほとんどないんじゃないかな。得点56、三振140、率も数も多く、フォアボール58個、チーム全体で結構選んでますよ。佐藤輝明とか打率2割0分4厘台でありながら72個選んでますから、これやっぱ岡田監督の方針が悪い方向に働いてますよね。その選ぶことに意識持っていきすぎてバット振れなくなって、こういう数字になってるじゃない。でもそのくせフォアボールだけは多い。結局トータルの数字下がってるんだから、もちろんね年俸が上がるだなんてことない。みんな爆下げですよね。こんなもの併殺12個と印象最悪、多すぎるな。森下金は少なかったんだけど、君はめちゃくちゃに多いじゃない。対左2割1分4厘対右2割0分5厘で、どっちかとも左を得意にしてるが、もはや数字に差はない。出塁率2割8分4厘、長打率3割3分9厘、OPS6 割2分3厘、RC273.11。攻撃力に関しては間違いなくこっちの方があるというのはデータとしても上がるんだけども、いや、大したことないことも事実ですよね。なんでこんなパワーでそんな数になって、そんな数字になる。普通もっといい数字出るんですけどね。でも普通じゃない時代だから、やっぱ投稿立てということもあるので、能力から考えられないほど低くなることがあって、実際大山とかもそうじゃないですか。本来こんな数字にならない、もっといいパフォーマンスできるし、それ以外の選手だってそうですよ。もっとできるだろう。あ、ノイジーはできません。こんなんですけどね。これが当たり前。お前を除いては普通こんな数字にならない僕の選手含めても、でもなってしまうのは投稿打点がゆえでしょうね。投手に関してはこうやって数字を残してるやつがいて、村上 1.54、 これまた最優秀防御率新人王確定ですね。間違いない。20本というのは全体で見ていくとリーグ5番目に
入るんですね。トップ40本の村上で、まあそれ以上打てとは言わんけども30本はクリアしてほしかったですね。パワーだけはある。打率はぶっちゃけ1割台でも良かったんですよ。その分30本くらい打ってくれたら20じゃね。無駄なことですけど一応新人王取れたのかどうかの確認だけ。あとフルで出てるんで、もしかしたらベスト9ゴールデングラブとかあるわけもなく、ゴールデングラブあるわけもなく、そして個人タイトルやはり新人王は村上で、取るべき選手が取ったってだけでもね、あんな数字でありながら僕の選手にも15票が集まってますからね。もうそんなことならいっそのこと村上に票を入れろや。阪神だから森下にしても僕の選手にしても絶対2番目の票を集められていて、それでも圧倒的に村上との差がありますから、そんなものもはや何の意味もないんやけど。そしてこの対決の比較する部分に関しても正直どうでもいい、興味はないっていう話なんですけど、一応比較して勝敗を毎回決めてますから、今回だって同じように決めていこうと思いますが、もうこの際ね、2人が残してる成績どっちもしょぼいでしょ。だからどっちがいい悪いかじゃなくて、どっちの方がロマンがあるか、どちらもドライ1で、そしてプロ入り1年目ということを考えたら、まあ共に2桁を打ってきて、それ以外の数字の悪さとかね、偏差値の多さ方や多いので気になったりもしますけども、やっぱシンプルね、どっちの方が未来を感じるか、そしてその未来という部分はどこの部分で感じるのかというと、やっぱ本塁打の数ですよ。これを期待されてドライ1で選ばれた森下、また僕の選手も同じ立場ということを考えたら、シンプルに本塁打の数はこっちの方が多いし、パワーに関してはこっちの方が上だということがわかるでしょう。早ければ2年後3年後、場合によっちゃまあちょっと10年の月日、いやそこまでいったら戦力外ですけども、まあある程度の時間をかけていった時に、どちらの方がより大きな存在になってるか、チームの中軸4番を務められているのかというと、それを本塁打の数から憶測したら、まあ当然こっちでしょう。勝利って言われても全くピンとこないし、全く嬉しくもないんだけど、一応形としては勝ちということで、本塁打の数が多く、まあよりロマンが詰まっていて、2年後3年後遠い10年後の未来を見据えた時に、こっちの方がより大きな存在になってるかなと。まあそれはあくまでも本塁打の数だけ見てね、それ以外ぶっちゃけ見る必要ない、互いに見ても誰も幸せになれないから。だから都合のいい大卒1年目ながら本塁打を2桁記録した、それだけの機会与えたから、ただ打っただけなんやけどな。別に森下だから僕の選手だからここまで打てたってわけではないんだけど、まあでも都合のいい部分だけを見て勝敗を決めるのであれば、より数を多く打っていてロマンを感じた僕の選手という形で、今回は勝者をこちら、敗者を森下ということにしました。本来見たかった姿は残念ながらこのオートペナントでは見られず、ただね、これから始まる日本シリーズではもしかすると森下が爆発的に打ってチャンスの強さを見せて阪神を日本一に導く的なことがあるかもしれないし、やっぱり頂上決戦を決める戦いでは力足りず打てない、そんな世界だってきっとあるでしょうね。それは日本シリーズが始まって、そして森下が試合に出てみないと何が起こるかわからない。だから楽しくもあり、その楽しさは本当今回なかったので残念ですけどね。それはまあリアルタイムで見れたらいいわ。ということで今回対決はこれで終わり。最後までご視聴いただきありがとうございました。